皆さんこんにちは、大堀123でございますけれどもね、だんだんこう外なんか寒くなってきていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマ、やっぱ初めて買ったギターっていうのはずっと忘れられないっていうね話をしていきたい。そしてまた皆さんにとってのね、初めて買ったギターって何ですかっていうことも含めて話をしていこうかと思いますけれどもね、まあ、今でこそですね、まあ、こういうあのギブソンの J45 とか、そういったものをね、あのいろんなメーカーの、アコースティックギターを、まあ、エレキもそうですが持つようになったっていう、いろんなことを極めていくっていうことは、まあ、こういうことになるわけであるんですけれども、ギターを初めて手にしたのがね、今から14年ぐらい前です。小学校3年生か4年生ぐらいの時です。今でも忘れられませんけど、フェンダーのね小さいねギターだったんですよ。なんかトラベル用かなんかのミニギターだったんですね。4分の3サイズのね小さいギターでした。今でも覚えてますけど、黒いピックガードにねサテンの、ナチュラル仕様でした。まあそんなにね、あのまあいい材を使っていたわけでもないし、でまあ音もそんなに良くなかったです、やっぱりね。その時当時いくらで買ったのかな、1万円したかしなかったぐらいですね。もうあの本当に安物のギターでした。僕の近所のにはね、あの大きな、まあ、大型スーパーみたいなところがあって、サンリブというね、今もないんですけど楽器店が入ってて、でその時の楽器店のおじちゃんとかともね、あの小学生ながらあの仲良くさせてもらってたり、あのしたことがあったんですよ。で、まあ、初めてギターを弾くってことで、まあ、楽器店に行って、でその時ね、あの眼鏡をかけたね楽器店のお兄ちゃんだったですね。でその人にね、まあ、あの最初はなかなかねギターも手は届かないと思うんですけどなんて言いながら、こういうのだったらいいんじゃないですかって言って提案してね、で持ってきてもらったのがそのフェンダーの小さいアコースティックギターで、当時小学生当時でもねその小さいギターだったんですけど、すっごいねあの大きく見えましたね。4分の3サイズなのにすっごい大きく見えたし、で初めて押さえたコードがね C のコード、教えてもらった楽器店のお兄さんに教えてもらったのが C のコードだったんですよ。もう今でこそこうやって押さえられますけどね、押さえるのがやっとでね、もう痛くてしょうがなかったっていうのを覚えてます。であのいろいろピックもこういうのいいんじゃないとか言って選んでもらって、本当にあの小さいギターでしたね。まあ、音も良くなかったですけどね、今でこそこうやってあのギターも極めていくとやっぱ音がいいんだなっていうこともね、あの分かってくるんですけど、その当時はもうその音が悪かろうがね、どんなに安いものであったって本当に初めて手にしたギターっていうのでものすごい感動的だったっていうのを覚えてます。何でもそうですよね、初めてこう手にしたものっていうかな、例えば音楽の世界じゃ一番そういうのって強いんじゃないですかね。あの時はすっごい嬉しかったし、もう今でもなんか覚えてるぐらいもう本当にこう興奮したというかな、本当にエキサイトしたっていう記憶があるんですよね。でそれで来る日も来る日も、まあ、時々放置することもあったんですけど、当時ビートルズのスコアブックかなんかを買って、でそれににらめっこしながら、あでもねこうでもねと言いながら初めてあの弾いた曲がねビートルズの Love Me Do でね、これがね本当こうっていうのは弾けるようになった、そのフェンダーのね小さいギターで弾けるようになったっていうのが本当に嬉しくてね、もう何年ぐらい持ち続けたのかな、あのもう10年以上そのギターをあの持ち続けて、途中であのまあ僕のあの知り合いにあげたんですけどね、初めて手にしたギターっていうのはもう本当にね、あのさっきも言ったけども本当新鮮だったし、こうやってねいろんなギターに興味を持ってまたギターを弾くことの楽しさだったりとか、音楽って最高と思わせてくれるその原点になったっていうかな、そんな瞬間にあの出会うことができたんですよね。そしてまたあのギターはなんかいろんなそのギターがあった、ギブソン J45 とか、J160E とか、芸歴で言ったらフェンダーのストラトとか、テレキャスターとか、エピフォンのカジノだとか、で高峰だとかっていうことを知り始めた時に、やっぱりその弾いてみたいと思うわけですよね。憧れたミュージシャン、ビートルズとかナブスさんだったりが使ってるそのギターっていうのは、おっかっこいいみたいなね。でそっからやっぱりちょっと弾いてみたいなっていう興味が湧いてきて、そしてまた今でこそ言えるけど、その安いギターにとどまれないなと、やっぱいいギター欲しいなと思うようになって、あの10万円のギターをねある人からちょっと弾かせてもらった時に、もうあまりにも音が違うってことが分かって、っていうぐらい全然違ったし、なんかこう弾きやすかったんですよ。でそっからね、なんかあこれは
ちょっとこのギターだけ持っておいちゃダメなんだなみたいなことをこう思い始めてね、お小遣いをまあなんとか貯めたりとかして、いろいろといいギターをまあそこから買っていくようになるんですけど、まあそこからもう本当にドツボにはまっちゃってね、こんな風になってるんですけど、でもそういうことがあっても最初に買ったギターの思い出っていうのもずっと残ってますね。あんなにアクションが悪くて、あんなに音もそんなに今思えば良くなかったなっていうものでもね、すごくたまらなく嬉しくて、たまらなく愛おしかったっていうね、やっぱりギターを弾くたびに思い出します。でまたそういう時期があったということをまた忘れちゃいけないな、本当はねそこにねまたね巻き戻したいぐらいあるんです。あの時の気持ちって本当に嬉しかったから、その気持ちがあったから今でもこうやって一生懸命というかな、ギターを弾き続けていられたんだと思うしね、やっぱ楽しいからね、こういう動画投稿なんかもできるようになったのかななんて思うことがありますけれどもね、いろんな苦労がありながらもね、こうやってやれてるっていうことは本当に嬉しいことですね。本当に最初のギターには感謝しなければならないなというふうに思っております。皆さんにとって、もね初めて買ったギターっていうのはあると思うんですけれどもね、どんなお気持ちだったですか。すごい思い出に残ってると思うのでね、まあ、ということで、まあ、今回はそんなトークを皆さんにお送りいたしましたけども、いかがでしたでしょうか。ということで、また次回お会いしましょう。大堀一二三でございました。ではさよなら、バイバイ。